ーリーディング。え、二人で面白いこと始めようぜ。やったー、水口十歩いけた。春は自分のことのように応援するんだな。どうだ春、すごく気持ちいい。まだまだできないことだらけだけど、できることも増えてきたから。さあ、初舞台は学祭のステージです。高く飛び上がったところから見てみたい、笑顔になってる人たちをさ。え、カス、そんなんで違うやつに楽しいんだ。結局ずっと中途半端なんだよ。辛い時は辛いって。俺に支えさせろや。俺たちに必要なのはドアを開く勇気だと思う。俺チアやるって決めたから。俺さ、いろいろぶっ壊したいんだよね。チアは女子がやるもんだって固定概念も、冷たい視線も、俺たち自身を壊したいんだ。俺がいるだろ。一人とか言うなよ。全てをぶつけるこの一瞬に、チア男子ハルトメ。これだけ多くの皆さんが、はい、上も見てくださいよ、すごいですね、はい、ありがとうございます。いや嬉しいです。皆さん怪我のないように、はい、気をつけてほしいですね。いや、あとは違うね、違うね、ここは。何？いい？何、うん、どうだ春。すごく気持ちいい。それが聞きたかった。いや、これね、やりやがったのよ。唐突にやっても分かんないからこれ。分かるよね。俺、分かったけど、まさかここで来ると思わなかった。もう間もなく公開なので、そうですね、すごくワクワクしてますし、本当に身を削りながらも全力で作った作品ですので、一人でも多くの方に見てほしいですね。今ジェットコースター乗ってる人にも見てほしいですね。はい、それは無理やろ。無理か、うん、そうです、もう公開まであと3日だね。3日ですね、うん、もうずっと3、4ヶ月かけてこの映画作ったんで、早く皆さんに見てほしいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。答えてくれたね、はい、答えてくれました。そうですね、ちょうどね、はい、今、はい、ではですね、ここからはちょっと皆様にも頑張っていただきたいチャレンジがございますので、はい、よろしいでしょうか、はい、全員で飛ばせヒット祈願チャレンジ、一発でいくかもしれない。そうだ、流星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 、ではお願いします。ここですね。おーよし、中を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 、まさきじゃねえか。まだまだということですね。続いて瀬戸さん行きましょうか。はいはいはい。ゆるいな。早くない？ちょっと待って待って、心の準備が我々もあります。はい、すごいな。こっちも行ったらいいんじゃない？うん、いや、こっちが怖いんじゃない？なんかこっちがやばいよ。ではいいですか、お願いします。トシキトシキトシキ、大丈夫。おー、なんかこう、アクロバットにさ、刺してよ。無茶ぶり出ましたね。無茶ぶりやめなさい。ちょっとこう、なんかこう、いやそんな ロンダート風に、そんなするわけないじゃないですか。これそのまま、いやいけいけ。さあ、そろそろなんか来そうな予感はね、横浜さんありそうですよね。一郎一郎、これ回しても大丈夫、回しても大丈夫ですよ。はい、いやでも結構そろそろ行きます。いいよ、お願いします。お願いします。一郎、おお、怖いねこれ。トンちゃん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 、前トンちゃん、おお、行かない。兄貴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 、おお、シューティングスター行こう。シューティングスターもう一回、シューティングスターシューティングスターシューティングスター行こう。懐かしくない？いやでもやっぱりここで持ってるか持ってないかっていうところもありますしね。はい、決めちゃって、そろそろっていうところも。流星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 、ではお願いします。流星流星流星、終わった。持ってる持ってる、持ってる男、よかったでした。
と時間差よ、後ろ向きやん、すがっ、振り返った瞬間でしたね、ヒーローみたいだった、素晴らしい、皆さん今に大きな拍手を送りください、ありがとうございます、いやすごい、いやすごい、いや横浜さん持ってますね、持ってるな、びっくりしました、さすが、あ無理だと思ってこう、うん、いやもうその瞬間でしたからね、バックかっこよかったよ、ね、いい絵にもなりましてこれでヒット間違いないしとなりますね、以上で全員で飛ばせヒット祈願チャレンジでした、いやただ中尾さん今のねみんなの話を聞いてても、はい、やっぱり練習の時からみんな仲が良く一致団結してるんだなっていう感じがあったんですけど、練習の時からそうですね、だって中尾なんて、最初流星くん流星くんって言ってたのに、はいはい、先輩だからでしょ、1週間後におい流星なりましたからね、びっくりした、そうなんですね、はい、距離の詰め方がうまいです、はい、下手だろそれ